雨が降ってる。ちなみにリアルでも雨が降ってる。雨すげえな。はい、どうもレイです。今回はですね、誰の島に行こうかなという企画をしていきたいと思います。で、今回ももう視聴者さんとアポが取れているので、今から島の方に向かっていきたいと思います。わあ、すごい。もう上から見ただけでわかる。これはすごい。エルズミーヤ島ですね。来ました、来ました。空からやってまいりました。私、うなぎ、飛んでおります。ちなみに、高所恐怖症。あれ、逆だ。高所恐怖症なので、観覧車とかね、飛行機はちょっと苦手なんですけども。やってまいりました。どうもー。どうもどうもー。こんにちはー。おおクラッカーだ。待ってたのか。俺が来るのを。待って、いきなり、なんか、すごい噴水になるよ。綺麗だね。公園かな？花がある公園。うわぁ、トタケケいるやん。トタケケ。今日はライブの日なのかね。いいね、俺も一緒にライブ聞きたいな。ちゃんと道がね、作られてますね。やっぱいいね、道あると。あ！え、結構でかくない？この公園。でかい。え、すごい、砂場がなんか。わかる？みんなこれ。砂の感覚わかる？これ。子供が遊んであった三輪車。忘れて帰っちゃった。あこれ石。うまいこと入り込めてるな。全然違和感ないわ、この砂場にこんなでっかい石があっても。これいいね。砂の感覚がいいね。これは遊園地かな？あれか。よくデパートの屋上にあるさ、遊具が置いてあるとこあるじゃないですか。僕アンパンマンの、こういうコーヒーカップみたいの、ずっと乗ってたんですけど、そんな感じだろうな、今。ねえ。見て。見て。バスケットゴールがあるということは、ここはストリートバスケができるのか？自分の家だ！いや、自分の家にバスケットコートがあるのか。もしやバスケ部だったな。動物の森でテトラポット置いてる人初めて見たかもしれない。すごい。インスタ映えスポット。この道映えそう。青山とかにありそうだな。そして階段を上がると、ここには、え？何これ？あ、なんだっけ？ボトルガイザーじゃなくてなんだっけ？ボルタリングだ！ボルタリングよ。これアスレチックだ。上に登って。山登りっていうか崖登りを体験できるボルタリング。ここキャンプ場かな？そうだね。お米炊いてるし、なんか炊けるし、これかまどかな？かまど炭治郎だな。あ、キャンプ場すごい！ちゃんとなってるね。しかも一応キャンプのテントここに立つからさ、住民が来ると。すごいね。しっかり作り込まれてる。喉が渇いたらここで飲み物を買うと。え、道がしっかりできてる。すごーい。おしゃれ。こんな感じできるんだ。この道いいな。いいな。過ごしやすいな。なんか緑がところどこにあるっていうか、ちゃんと建物だけじゃなくて自然のものが置いてあるっていうのがすごい目に優しいというか、気分がいいな。快適だね。快適な暮らしが過ごしそう。ここは住民の家ですね。住宅街ってやつか。あ、シマリスがいる。おいし、お家、見ていいか？お家の中、入っちゃうぞ。部屋に訪問。お邪魔します。お家もう一個の方、あれ？二個あるの？ここじゃないのか？確かにここ狭いなって。島の割には家狭いなと思っちゃった今。こっちじゃないのか。整備された道ちゃんと通ってる。あ、これか！なんかじじい。やっぱじじいいるんだな、どこの家にも。守り神なのかな？すごいな。で、広いね。ここの土地高そう。広いな。高いよね、この土地絶対。お邪魔しまーす。ついにお家を訪問させていただきます。うわ、モニターでけえな。うちのパソコンもこんくらいのでかいモニターにしたいわ。テニス？テニスしてるんだけど。さあって言ってる。あ、さあは卓球か。急
休日のお父さんってこんな感じなんだろうな。こうやってまったりテレビ見るんだろうな。高そうな家具がめちゃくちゃあります。いや、高級そうな家具だ。いくらぐらいするの ?3 万とか4万にしそうだな。見事に被ってる。これ和式だね。いい匂いがしてきたよ、なんだか。魚でも焼いてんのか?魚焦げちゃってるよ。おー、熊さんがいっぱい。熊さんいっぱい。あ、こっちでもテニスやってるよ。何やってんの?地下がリビングになってるのか。リビング、広いな。あ、これキッチンだね。みんなさ、キッチン作るうまいよね。よき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 。すごい住みやすい島だ。目に優しい。森がたくさん、緑がたくさん。目に優しい。そして子供にも優しい、この、砂場。てか、俺、道歩いてないわ。せっかく道あるのに、道歩いて帰らなきゃ。あと、温泉があるって。ちょっとついていこうか。温泉。どこだ、どこだ?温泉どこだ?こっちか。あ、ほんとだ。露天風呂だ。これ、温泉のとこにあるタヌキ。これ入った瞬間温泉だから、あれか混浴か混浴なのかな。島に一人しかいないから、もうここでいいや、みたいな。開放的なのかね。もう男女別とかもうそういう話ではない。今ね、一周してきたんだけどね、すごいね。改めて見るとすごかった。普通にすげえ。ちゃんと作るとこうなんだね。ガチ勢だね。すごかった。ありがとう。なんかアイディアがいっぱい出てきたわ。ありがとうございました。